ハスの葉とチャンピオン、落ち着いた神カエルと会話する。雨歌の池で盛大な試合が行われているようだ。これ行ってみようか。ワープポイント置いてくれ。この辺にもワープポイント。遠いんじゃ。こっちから行くと。あ、ちょっと待って。このパーティーちょっと不安。なんか常に不安になるからちょっと変えたいな。やっぱりいつものね、なんだかんだでやっぱりいつものこのパーティーが安定なんよ。何か依頼があるのか？回復もできるし、ディシアさんで中断体制あるから。でしかも結晶がシールド代わりになると安定感あるんだよな。あ、危ない危ない危ない。 150m か。あと5日でこのシムランカのイベントが終わってしまう。ようこそお客さん、コンテスト見に来たんですよね。雨歌の池までよくお越しくださいました。タイミングがいいというべきか悪いというべきか、大会はもう終盤で残るは番狂わせの心配が全くない決勝戦のみです。フロベールとエスタンプの名は聞いたことがあるでしょう。2人のジャンプテクニックは抜きん出ています。今までの経験から言うとチャンピオンに輝くのはフロベールでしょうね。フロベールは他の神カエルよりもジャンプに対する増資がはるかに深いんです。それに何度もチャンピオンになりましたし、間違いなく最強の選手と言えます。彼には誰よりも壮健な両足、柔軟な頭脳、強靭な精神があります。他には彼は大きな特徴としてずっと自分のジャンプテクニックを気前よくみんなに共有してきました。スタンプも私同様フロベールから学んだ神カエルなんですよ。私たちはフロベールを尊敬していて信頼もしています。そして今回のジャンプコンテストでもまた素晴らしい成績を残すと信じています。決勝戦が始まる前に今後の大会に向けてもう少しここで練習するつもり。お二人がよろしければ一緒にトレーニングしませんか？私が腕を上げるためのいいアイデアを思いついていただけるかもしれないですしね。私が腕をお前のためってこと？お前のためかよ。お前のためかよ。コンテストの意義はプリンセスを迎えに行く神カエルを選ぶことだけじゃありませんから。それよりも競い合うことそのものやそこから身につける品性が大事なんです。例えば自信、たくましさ、勇敢さといったものですね。そういう品性を理解し徹底できる神カエルだけがチャンピオンの座につけます。奥が深いな。ちゃんとジャンプできればいいだけじゃないんだ。お二人さん、この競技に秘められた品性を感じ取ることができるでしょうか？品性は分からんな。再挑戦を見届ける。ん？見届ければいいの？本当に、でも前回はぶつかってしまったみたいですね。元気出して。え？あ、手伝うようか。手伝い待ちかよ。衝撃を受けないように。あ、これでいいの？で、素晴らしい。このスポーツに向いているようですね。時間が許すようなら大会委員会に推薦していたのですが、今度次のジャンプコンテストが決まったら一勝負どうでしょう？それまでは邪魔しないでおきますね。決勝戦はもうすぐ始まりますよ。フロベールってやつがどんだけすごいのかしっかり見ておかないとな。きっとあなたの想像を超える実力を発揮するでしょうね。ただ最近のフロベールは明らかにちょっと肩に力が入りすぎてますけど。ひたすらに基本的な動きを練習していて、その動きに変えて心を乱されてます。決勝前は誰だって緊張するもんだろ、ちっとも変じゃないと思うぜ。私はやはりフローベールを信じます。そうやすやすと自分自身に負けるような帰りじゃありませんから。それじゃあ私は練習に戻りますね。お二人とももし興味があれば周りを見て回ってください。ただし決勝戦はもうすぐ始まりますから見逃さないように。さあご注目。後ろ足の筋肉が切れてる皆さん、類いまれなる実力の持ち主フロベールが今ジャンプしました。そして飛んだのはハスの葉3枚分で池に落ちました。今回チャンピオンの座につきプリンセスをお迎えする重要な任を務めるのはたくましきエスタンプです。おめでとうございます。あれフロベールやられたの？いやいや、ホレローさん、今のはさすがにおかしい。これでチャンピオンが決まるだなんて受け入れられないよ。おや、なんていうのこれ。玉だって、君が全てのカエルの前でフロベールに勝ったところを見ていたんですよ。フロベールはちょっとミスしただけさ、きっとコンディションが悪くて全力を出せなかったんだ。そのような理由では私どころか他の神カエルたちを説得することもできないと思いますよ。まあひとまずフロベールを一人にしてあげましょう。話はまた後でお客様が来たようです。ようこ様歌の池、ご用件は？フロベールをご覧になりましたか？彼は今大会の選手の一人です。この池では誰よりもジャンプが上手なカエルだったんですよ。大会運は分かったぞ。誰が一番上手にジャンプできるか勝負するんだな。鋭いお嬢さんですね。そうです。私たちはジャンプコンテストを開催しているのです。ジャンプが一番上手なカエルがチャンピオンとなり、プリンセスを迎えるという大事な役目を担うんです。面白そうだな。でもせっかくの競技を見逃しちゃったぞ。幅跳びなんか得意だったか。お前が長い距離をジャンプしてるところなんて。魔物に追われる時くらいしか見たことないぞ。大事なのは参加すること。最初から参加賞狙いは良くないぞ。それでしたら私の隣にいるチャンピオンに教わるといいでしょう。2人の客人にホレローさん、悪いけどそれはできない。さっき言った通り僕はチャンピオンじゃない。チャンピオンであるはずがないんだ。ハスの茎から見ても競技ルール通り君はチャンピオンです。チャンピオンだなんてお断りだよ。なんで参加したんこいつ。コンテストでは最も優秀で最もジャンプの得意なカエルが選ばれる。そしてプリンセスを迎えに行かなきゃならない。これは全てのカエルの名誉に関わることだ。フロベールが僕らの中で最も秀でたカエルだってことくらいみんな知ってる。あなたも分かってるだろう。そういえば神カエルからそいつの話をいろいろ聞いたような。あんなにたくさんの立派なエピソード、その全部が事実なのか。ちゃんと瞬きしてるなカエルが。そうだ、フロベールは僕たちの池で誰よりも優秀なカエルさ。ハスの葉12枚分の距離をひょいっとジャンプできたし、13枚目のハスの葉に着地する時なんか表面のつゆがピクリともしないくらい綺麗なんだ。それに川が流れてるハスの葉を飛び移ることだってできた。どんなに流れが速くても決して落ちなかったよ。フロベールってやつ元気がなさそうだった。立ち去る時もすごく辛そうだったぞ。今の彼はメンタルが弱ってるんだ。そのせいであんなミスをしたんだろう。尊敬するホレローさん、大会のため僕たちの使命のため再試合を申し立てる。必要なら改良全員呼んでくるといい。みんな僕のやることに賛成してくれるはずだよ。Sタンプ、よく聞きなさい。君は心優しくて頭もよく正確だと申し分ありません。そんな君にフロベールの状況がわからないというのですか。彼は2回目のジャンプの機会も投げ出して立ち去ったのですよ。フロベールと話してくる。僕は彼と一緒にトレーニングしてきたんだ。彼の気持ちはよくわかってる。彼だって僕の思いを絶対わかってくれるよ。蓮の葉と露玉に免じていいでしょう。君と一緒にフロベールに会いに行きます。オイラたちも行くぞ。オイラたちは説得するのがうまいから。マスクオイラの知らないところでこっそり練習してたのか。彼のジャンプを引き立てる役なら任せて。君はユーモアがあって礼儀正しい親切な方ですね。ご好意に感謝します。では一緒に行きましょう。君のユーモアでフロベールの心が和らぐといいのですが、池のご加護があらんことを彼に対して下手に下手に出るべきか、それとも強く出るべきか。フロベールさんはちょっと遠いね。こっちから行きたいな。上がれるようになってるんでしょう。あれ上から行かんといけんのかないよね。あそこから行きゃいいのかな。関係ないのか。あここからジャンプできるやん。その上。この上。おっと。見つけた。君たちか。授賞式はもう終わったようだな。いや、むしろ僕とホレローさんは試合すらまだ終わってないと思ってる。私は審判員として申し上げます。フロベールさん、1回目のジャンプを終えた君にはもう一度ジャンプするチャンスがあります。コンテストの公平性と使命を果たす上での責任の重さを考慮して、君にはもう一度ジャンプしていただかないとなりません。選手として言わせてもらおう。尊敬するホレローさん、競技ルールに基づき試合行為が選手自身と集落の規則に悪影響を及ぼす可能性があるため、俺は再ジャンプのチャンスを放棄する。みんなを二度も失望させたくないし、使命を台無しにもしたくない。責任を負うというのはこういうことだ。プロの発言だな。しかも具体的なルールもあるのか。それに相手の心に訴えかけるセリフまで。わかりました。無理強いはできません。露玉とハスの葉に免じ。でもまだ会場に残ってたんだね。客人よ、それはどういう意味だ。本当に投げ出すならここにいないはず。確かにそれにここからだとジャンプコンテストの会場がよく見える。すっかり意気消沈してコンテストには関わりたくないっていうなら、なんでここにとどまってるんだ。この話はもうしたくない。俺ははっきりと答えた。すまないなスタンプ。それに2人の客人もめんどくせえな。行けよ、僕は。なんか事情があるんじゃないの。君たち俺に何の用だ。さっきの集体を見ただろう。Sタンプと一緒に来たんだろう。何を言うつもりかは想像がつく。俺の返事はノーだ。俺の水かきを見てみろ。重要な役目を担えるようなものじゃない。プリンセスを救うことなんてできないさ。お前よりすごい改良を見たことないぜ。でも俺はミスを犯した。いや、常にミスをしている。2人ともすまないんだけど、もう試合には出られない。そうせかせかと飛んでいかないでくれ。オイラーたちの話はもう終わるから。君たちは分かってない。俺だって最初はミスなんて明け方に頭に降ってくる浪曲みたいな。浪曲だってのかな、梅雨玉かなみたいなもので、そんなものにカエルが打ちのめされることはないと思ってた。でも違ったんだ。ミスは梅雨玉じゃなくて、池の底の小石、水底に斜めに刺さった枯れ木、ヘドロの湧き出し口なのさ。それを軽く見たり埋めたり飛び越えたり、存在しないものと見なしたりすることはできる。でもそうしたところでミスは引っ込んじゃくれない。奴らは声を上げ、意を振るうためにずっと機会を伺っている。言ってくれ、頼むから構わないでほしい。今の俺は花びらを一つ残らずもぎ取られた、枯れ果てたハスの花なんとかに過ぎない。この胸にぽっかりと開いた穴のせいで、風が一吹きするだけでも全身がブルブル震えるんだ。俺に重い責任は背負えない。これが心の声さ。俺は全ての回路を自分自身を失望させた。本当にミスだけでこんなに落ち込んでんのかな。なんか事情があるのかと思ってたけど。実力を証明するチャンスはまだあるんだ。もう二度と失敗を味わいたくないし、俺の水かきも心ももはや。ハスの葉が急に動き出した。そんなバカなハスの葉は固定されてるはず。ダメだ、止まりそうにない。二人ともしっかり捕まってくれ。俺が葉っぱを掃除する。危ない。危ない。戻ってきた。あ、めっちゃ飛ぶやん。どこに向かってんだこれ。うわあ、ここから任せろ。すごいとこまで入ってった。何？ディズニーランド？さあご覧あれ、不屈のフロベール、勇敢なるフロベール、もう一度飛ぶチャンスを握りしめた彼は華麗なジャンプを決めました。なんという奇跡、この崖を飛び越えられる神カエルは彼だけでしょう。僕には分かってたよ、フロベール。あなたならきっとできると信じてた。ハスの葉が急に動き出したのは君たちの仕業か。危な、殺す気かよ。オレローさんと僕とで出したアイデアだ。客人の二人にはこのことを黙ってて申し訳なかった。いやマジ一歩間違えたら死ぬとこなんだけど。さあフロベール、これでチャンピオンの称号を突っぱねる理由はなくなったね。今のジャンプを全てのカエルが見てた。今のは偶然だ。一度きりの奇跡さ。一度きりの不安定で頼りないジャンプ。旅人もちゃんと着地できてたけど、君たち二人がそばにいたから飛べたのさ。俺たちは隣で漂流を楽しんでただけだ。そうだぞ、オイラたちは隣で見てただけだぞ。うまくジャンプできたのはお前がすごい実力の持ち主だからだ。でも努力が無駄にならなくてよかった。こんなにすごいカエルに飛ぶのを諦めてもらいたくないぞ。ジャンプが好きで一生懸命ずっと練習してきたのにあっさり諦めるなんてもったいなさすぎるだろう。二人の心は朝一番の梅雨玉よりも透き通ってるね。トメよ、本当にすまない。これじゃ君にとって不公平だ。君こそがコンテストの勝者なのに。けどあなたはさっき証明したでしょう。僕たちの中で一番優秀なのはあなただって、フロベール1回。僕たちは今後の大会でどちらがより優れているかをとことん競い合える。僕はいつまでもあなたと勝負したいと思ってるんだ。でも今回は一番優秀なカエルにプリンセスのお迎えを任せる必要がある。これは僕たちの使命であり、雨歌の池への未来がかかったものだ。少しの間違いも許されない。わかるね。わかっているとも。それならいいんだ、グローベール。何よりだよ。本当によかった。さあ、どうにか真のチャンピオンも決まりましたし、次はチャンピオンにプリンセスを迎えに行ってもらい、我々の使命を果たしましょう。さっきからプリンセスって言ってるような、プリンセスを迎えるとか、最も優秀なカエルとか、もう準備は整ったわけだけど、そのプリンセスがどこにいるかは分かってるのか。それはもちろん、これから我らが迎え救い出すプリンセスはツル草と巨木でできた塔の上に住んでますこれさっきやったあれがプリンセスだよね。だいぶ序盤にやるべきイベントだったんだろうね。これ最も勇敢でジャンプの上手なカエルだけが茨と謎の霧を抜けて塔の頂上までジャンプできるプリンセスを降りから救い出せるのです。プリンセスってあの森にいる。そう、前にベルウィンド王国へ行った時プリンセスに会ったよな。あいつは確かに高い塔の上にいて守護者を選抜するための試練を管理してたけど、あいつは自分で飛べるだろう。わざわざ迎えに行く必要なんてないと思うけど。本当ですか。それはよかった。しかしプリンセスが飛べるとは思いもしませんでした。それは良かった。これでわざわざ苦労して14人も果たしに行く必要もなくなったわけだ。正直疲れててね、さっきあれだけ長い距離をジャンプしたんだから休みを取らないと。ロベール待て、梅雨玉だって逃げることを許さないよ。オレローさん、どちらにせよベルウィンド王国へ行って状況を確認する必要があると僕は思う。そうですね、しかしおかしな話です。プリンセスは塔の上に住んでいるというのにカエルの迎えが必要ないだなんて。スタンプ、フロベール、プリンセスの話を聞きに行きましょう。お二人とも道案内をしていただけないでしょうか。まあモモンガだからね。受け取るといい。ここ、僕が許そう。あ、ここにも有楽の談笑入ってんの。お、あ、まあ、あとこれだ。まだこっちへ受注したりするのかな。ちょっと一応軽く行ってみようか。多分、あ、いや、あるね。これでも実際ここに足運ばないと発生しなかったよな。これだよね。じゃあアーカイブ開けるか。